この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。バスケットボールが生まれて数百年のこの時代、地球で生まれたこのスポーツの流星は全宇宙規模にまで拡大していた。競技レベルにおいて、観客動員において、人気において、過酷さにおいて、全てにおいて他のリーグの追随を許さない宇宙最高峰のプロバスケットボールリーグがあった。その名は宇宙リーグ。だがそのヒーローたちは皆ゴル星人と呼ばれる並外れた運動能力を有する種族の者たちだった。しかしその地球人にとって前人未到の宇宙リーグに完全と立ち向かう者たちがいた。その名も地球チーム。わしらは地球人だけの選抜チームを作り、宇宙リーグに殴り込みをかける。以上。大富豪の吉宗は私財を投げ打って地球人だけのチームを作り、バスケットボールの最高峰宇宙リーグを制覇しようと様々な選手を集め地球チームを結成した。そして見事小宇宙リーグ参入という快挙を成し遂げた地球チームは快進撃で4連勝するが、秀吉のライバルジュリアスを擁する昨年の優勝チームソニックスとの初戦に敗れてしまう。いくら地球チームでもやっぱり去年の優勝チームには歯が立たなかったってことですかね。いや、むしろ地球人にしてはここまでよくやったと言うべきなのかも。あ！地球人の女性があんたみたいなのに愛想つかすのも時間の問題ね。意外にモテるんすよ、俺。地球人がそんなんだからいつまでもゴル星人に舐められんのよ。へいへい。実際白熱したいい試合だったわ。小宇宙リーグで4連勝してるのよ。あれはまぐれなんかじゃないわ。まあまだまだ実力を判断するのは早すぎるってことだ。エドガー、そうね。そして彼らが多くの地球人に夢を見せているのは確かだわ。彼らならってそう思えてくる。どいつもこいつも必死かよ。俺らプロなんだからさ、もっと派手に楽しくやんないと。殿、なんかかっけえの見せてくださいよ。かっけえの。そうだな、よし。うわ、え、今かっけえといえばやはりドワンク。うわバカね、ウォーミングアップもしないで無茶なことするからよ。 うるせえ。みんなが落ち込んでるみたいだから元気づけてやろうと思ったんじゃねえか。よく言うわ、負けてビービー泣いてたのはあんただけよ。うん、泣いてねえ。はあ、泣いてたじゃん、めちゃくちゃ泣いてたじゃん。うるせえ、ブーズ。ブス。予算が切るし、一番心配していたのはチャチェなんだぞ。ね、私は、うん、誰も心配してくれなんて頼んでね。はあ、心配なんかしてないわよ。どっちかって言いや同情よ、哀れみよ、バッカなんじゃないの。さ、さあ、まあとにかく元気になってよかった。もう次は必ず勝つ。ソニックスは決して勝てない相手じゃないからな。そうさ、みんなどんどん俺にパス回せよ。まだそんなこと言ってんのか。
あのマークの多さでパスが出せるわけねえだろ。何？いいか、試合はお前一人でやってるんじゃないんだぞ。ごちゃごちゃうるせえな。そんなことは分かってろ。本当に分かってんのか、ラズーリ。お前は試合に勝ちたかったんじゃなくて、ジュリアスに勝ちたかったんだろ。何？ラズーリの言う通りだ。お前みたいなガキが一緒じゃ、宇宙リーグなんていつまで経っても夢のまた夢だ。てめえ、やめるんだ秀吉。いい加減にしてください。ナイスショット。こりゃいい金になんぞ。なんなんだこれは。地球チーム内乱勃発。申し訳ありません。でもこの記事はオーバーでいい加減な。こんなものを書かれるなんていい笑いもんじゃ。ジジ聞こえとるわい。大変よ。おお、チャッチ、ロースたちが練習をボイコットするって。ボイコットじゃと。ローズ、いいか、バスケはチームプレイ。我々は全員の努力を一つに統合し、メンタル面の協力体制を常にキープしていかなければならんのだ。わかるだろう、ローズ。ソニックさんの負けが秀吉一人の責任であるはずはないのだ。あのさ、なんだ、触んないで、車。ガキじゃねえんだ。試合までには戻るよ。おい、ま、おい、ローズはどこだ。すみません、たった今車で。どいつもこいつもわしの足ばっかり引っ張りおって。試合までには戻る。当たり前じゃ。嬉しい、こういうの欲しかったの。すっごい、やっぱりプロバスケ選手っていっぱいお金もらえるのね。あ、そうそう、私ね最近宇宙リーグにハマってるの。ギューマとかザックとかガタフィーとか私超好き。なんか全然違うのよね、地球人とは。やっぱ宇宙バスケはゴルセイ人よ。別に地球人には宇宙リーグ無理とかじゃなくて、なんていうのかな、こうあんまり向いてないっていうか。あ、違うのよ、ローズは地球人のトップだもん。私友達に超自慢してるし。ねえ、今度いつ会えるの。私今度ゴルセイ行きたいな。生のブルーズ戦とか見たいのよね。ねえ、いいでしょ。あのさ、え、降りてくんね、車。え、ダメだわ俺、お前みたいのといるとムカついちゃって。ええ、頑張れ地球チーム、バスケでゴルセイ人をやっつけてください。ゴルセイスラム地区、ふん、地球人同士で揉めてる場合じゃありませんね。地球人の俺たちが地球チームで行かなきゃ意味がねえ。明日はサンダース戦だっていうのに。何も心配することはないさ。え、バラバラだが根っこは同じ。地球人はこんなもんじゃねえって証明したいのさ。でも時々信じられなくなってビビっちゃう。こういう時は早く試合しちまった方がいいんだ。試合の失敗は試合で返すしかないんだからさ。そうね、それにうちにはあなたという立派なリーダーがいるから安心よね。待ってくれよ、俺はベビーシッターじゃねえんだから。行くぞ。うわー、
抜きで勝てると思ってんのか。そもそも身の程知らずなんだ、じじい。俺を出さんか、クソ出せ、出せ。ブーブーうるさい。そういうこと言ってるから、のけものにされんのよ、まったく。治んないわね。